チェンジの時ガンサバイバーストーリーおはようございます八木咲ですガンは日本人の2人に1人がかかると言われる身近な病気ですこの番組ではガンと戦う皆さんとともに今と未来について考えますガンと向き合う中で気持ちを前向きに変えることができた瞬間チェンジの時についてお話を伺います この番組は小野薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りいたしますゲストの方ご紹介しましょう前回に引き続きまして J リーガーで現在は大宮アルディージャのクラブアンバサダーを務めていらっしゃいます塚本大使さんです今週もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします 塚本さんは2010年2月に骨肉腫であることを公表されまして3月に腫瘍を切除するとともに人工関節をを移植する手術を行いましたそしてもう一度ピッチに立つことを目標にリハビリをスタートされるんですけれども、はい、病院で出会った女の子の存在が大きかったとお聞きしてますがはい、はい、あのかなちゃんっていう高校1年生の女の子だったんですけどはいあの初めて会ったのが 術後間もないリリアビリ室で,、はいはい、で出会った時にもうかなちゃんはあの形がないような状態だったんですけど、はい、まあとにかく明るくて<ー>いつも笑顔でニコニコしてて、はい、なんでこの子こん足がないのにこんな、ね、元気で笑ってられるんだろうって思ったのが最初の第一印象ではい、はい、なんかまあ術後間もなかったんですけど なんかこうくよくよしてるというかあまりこう前向きになれてない自分がこう恥ずかしくなるようなそんなような出会いでしたかなちゃんも選手だったんですか,、えっと、かなちゃんはあの早く病気治して車椅子でバスケやるんだっていうふうに<ー>あのいつも言っていたのであそうなんんでです、ねはい、すすねごく明るかったその日からこう毎日のようになんだろういろんな話をしたりだとか。 するようになったんですけど本当に彼女とこう出会わなければ今の自分はなかったって言えるぐらい本当に大切な出会いでしたああそうですか、はい、彼女がいたからまたピッチに立とうというふうに本当に思われたんですね,ですね、はい、やっぱりこう前向きになるっていうのは本当に大きなエネルギーになりますね、はい、そうですねはいそうですね <laughs> もうそういうきっかけがありまして、うん、そしてその後ピッチに立とうということで頑張られるわけなんですけれども、はい、クラブは手術をした年の翌年2011年も選手契約を継続したんですよねはい、はい、そ,うですねそれは本当にありがたいことで、はい、このような状況の自分をその選手としてもう1年こう契約してくれたあのクラブには本当に感謝しかないですね。チームののこういうういい対応っていうのは 一緒に頑張ろうねってことじゃないですか見守りますよと、はい、こういう姿勢って本当に成熟ししていいるというか、はい、あの本当に感動します、はい、だからそのあもう一回ピッチに戻れるんだ、はい、選手としてもう一回プレーできるんだって直せばああっていうあの思いを持てたので、はい、この1年間の契約っていうのは本当に大きいものがありましたね。はい まあ先生の方からもうサッカーできないっていうふうに言われてしまったんですけど多分この病気になってもう一回運動をしようとした人だとかサッカーをしようとした人がいないだけで、はい、本当にやってみなくちゃわからないっていう思いがすごいあったので、はい、はいだったら自分が一番最初の人になってやろうと思って、はい、はい手術の決断もした一つの理由でもあります。 とはいえ実際のリハビリっていうのは相当苦しかったんじゃないですか、はい、いやもうねあの振り返っただけでも吐きそうになるぐらい <laughs> どんな感じなんですけども最初あのピクリとも動かなかったところから少しずつこう血を通わせてそうですねあのでもその手術終わってあのすぐリハビリ開始したかったんですけど、はい、やっぱりその抗がん剤をやった方がいいっていうふうに言われたんですね。 で、2ヶ月に1回入院して、えっ、ー、と6クール、はい、なので、まあ約12ヶ月1年間ぐらいっていう。最初話をもらったんですね。でも早くもうリハビリしたかったんで、もう半年で終わらせてください。っていう風に先生にお伝えして、うん、その6クールを3クール分にこうまとめてもらって。 治療をしたんですね量は変わらず本当は1年かけてやる量を半年でこうギュッと詰めてい、はい、そうしたからよりしんどかったったてことですか <laughs> もうあるかもしれないんですけど <laughs> そ,うそれでいざリハビリをしやろうと思ったら念、はい、のためにもう三クリやった方がいいっていうふうに言われて、はい、結局まあだからもうその,あの病気になった年はもう治療に専念しようと思って、うん、リハビリは特には。 行わなかった普通の生活を送るぐらいのリハビリああそうなんですね急がば回れじゃないですけどもで,、ね、でもその気持ちを落ち着かせてなんていうか長い目で見るっていうのはちょっと難しいですよねご本人からするとそうですね、うん、もう早くサッカーしたかったんで、はい、難しい判断ではあったんですけど、うん、まあ焦ってもしょうがないのかなっていうのがあったのではい。 まあ本格的にリアビリを始めたのは2011年からで、はい、そこからがすごいんです。挑戦の仕方がさすがのアスリート。はい、何をされたんでしたっけ？えっと2012年にまず東京マラソンを走りました。42.195キロ、はい。はいはい、<laughs> 大変じゃなかったですか？<laughs> いやあの体力にはまあもと自信があったので。はい 大丈夫かなと思っていたんですすけどまあきつかったです <laughs> まあ先生の方からも「走りきれたら奇跡だよ」って「本当に痛みが出たらやめなよ」っていうふうにあの言われていたんですけどまあなんとか、はい、あのチームのトレーナーの方もずっと付き添ってくれてところどころでマッサージだとかストレッチとかをしてくれて、はい、まあなんとか6時間半ぐらいかかったんですけどゴールすることが いやあすごいです。<laughs> その次がその次がえっ、ー、と富士山ですかね。<laughs> 登山 <laughs> すごいですね。はい、でその次がその次がえっ、ー、とちょうどアウェイのベガルタ仙台戦があったので、はい、あの大宮のスタジアムからそのベガルタ仙台さんのスタジアムまで自転車で向かいました。えーえー、どれくらいかかったんですか。えっと 距離は35060キロぐらいだったんですけどこの時はでも2泊3日走り続けこぎ続け一人でですか兄と兄が自転車に乗ってクラブスタッフが来るまでっていう感じでそうですか兄は本当に仲良くて兄弟というよりか友達みたいな仲のいい。 なので東京マラソンも走ってくれましたしそ,その先のいろんなチャレンジも毎回付き添ってくれて、はい、そしていよいよがんを公表してから8年目、はい、2018年9月24日もう一度ピッチに立つという目標が叶いますす、はい、<laughs> そうですね、はい、ちょっとあの自分が思い描いていたあのピッチに立つっていうのとはまあちょっと違ったんですけど、はい、でもオミャルディーザーのこういうユニフォームを着て。 ちゃんとスパイクを履いてナック・アイブ・スタジアムを大宮にこう立てたっていうことは本当に良かったなと、うん、クラブ創立の周年記念の OB マッチだったんですよね。はいねはい、ちょうど年年がクラブ創立20周年ということで浦和、はい、レッズの OB の方たちを呼んでスタジアムで OB ダービー。 を行う、はいはい、それが分かったのが確か2016年の終わりぐらいだったんですかねじゃあこれは出るしかないなと思って <laughs>、はい、その2017年本格的にこうサッカーに特化したリハビリをはい、はい、行いましたでもサッカーはやっぱり忘れないですよねもうなんか染み込んだ感じが思い出す感じですかです、ねはい、なので普段は それまでは右足でボールを蹴るなんてことはほとんどなかったんですね、はい、でも僕右サイドをやらせていただいてこうボールが前に出てきた時にもう右足でスパンって普通にクロスを上げちゃったんですね、はい、<laughs> それがまたすごいいいボールで <laughs> <お>ー <laughs> <laughs> やっぱりあそこには何か。 不思議なこうパワーともう手術したとか人工関節がもう全部忘れるそうですねもうそんなのなかった感じになるほんに面白いですね <laughs> ファンの皆さんも喜ばれたんじゃないですかそうですねその時5,000人ぐらいだったんですかね <はい S 2> スタジアム本当当時と変わらぬようなこう雰囲気を作っていただいてあのその病気した時の開幕戦でこう掲げていただいた2番の「 あの横断幕だとかずらーってこうあの出してくれて、はい、本当にこう辛いこととか苦しいこととかたくさんあったんですけど逃げずにこう立ち向かってよかったなというふうに改めて今ガンと戦ってらっしゃる方、はい、そのご家族の皆さんも聞いてくださってるんですけれども、はい、何かアドバイスというかあの伝えたい言葉ってありますか何だろうな 僕ラーメン好きで、はい、<laughs> 早く1次退院してラーメン食べたいなとか <laughs> そんなようなこととかも、はい、結構こう前向きになれるというか元気に過ごせるポイントだったのかなっていうふうに思うので、はいうん、とにかくどんなことでもいいのでこう目標とか夢とかを作ってそれに向かって頑張っていくっていうのが一番じゃないかなっていうふうに僕は思います。うん どううでしょういろんな挑戦をされてきてピッチにも立たれましたトライアスロンまで行かれましたけど次の目標って何か決まってるんですかえっとこれまだ自分の中で考えてるだけなんですけど、はい、今このタイミングでパラオリンピック<ー>自分も障害者認定を受けているので、はい、何が対象のスポーツなのかっていうのはちょっとまだわからないんですけどちょっと話を聞いてみて。はい ちょっと目指しちゃうかな。なんは<ー> <laughs> どんな競技できるんですかね。わかんないですけど。うん、あのとりあえずラグビー、車椅子ラグビーは。あの経験させたこと、させていただいたことがあって。はい、あの対象だから、ぜひみたいな、はい、お誘いを受けたこともあったんですけど、うん。なんかラグビーっぽいっちゃラグビーっぽいですよね。<laughs> あの感じは。車椅子バスケか。あ、バスケ、はい。はい ちょっとパリ行ってきます、いつ。そうですね。本当だ。<laughs> どの競技で塚本さんが出られてるか、出てる気がする。出たいですね。はい。<laughs> 出てください。うん。いや、楽しみにしています。はい。はい、ちょっと。はい。 でちょっとこうパリ行かれる前にもう一回来てください、はい、番組がまだあったら <laughs> 楽しみにしていますいや本当に前向きなお話をたくさんありがとうございました、はい、次の活躍本当に見守らせていただきますね、はい、頑張ります塚本大志さんでした、はい、お送りしてきましたチェンジの時ガンサバイバーストーリー番組では皆さんからのご意見や感想をお待ちしておりますメールアドレスはチェンジ CHANGE アットマーク a b c 一1八ドットコムです抽選で番組オリジナルクオーカードやガンサバイバーを支える一冊ドクター書添え公文万有紀をプレゼントいたしますまた今日のトークの様子は LINE LIVE 公式アカウントそして ABC 公式 YouTube で動画配信もしています番組ホームページでは過去のアーカイブもご覧いただけますこちらもぜひチェックしてください チェンジの時ガンサバイバーストーリー来週はラッツスターのメンバーでトランペット奏者の久安野信吉さんをゲストにお迎えしてお送りしますお相手はヤギサでしたこの番組はオノ薬品工業と日本対岸協会の提供でお送りしました